ぱりいないか。いたら変ですよ。ん？兵隊だってファルシに近づくわけがない。パルスのルシにされたらおしまいなんだ。何それ？知らないんですか、あなた。バニラ。え？名前、そっちは？ホープ。どうも。なんで来ちゃったんだろう。とりあえず、あいつ探そう。これこれ。ちょ、バニラさん、どこへ。って言っていいのかな。油断はなしだよ。このオラオラ、さよなら。
で来ちゃったんだろう。神経なんだ。バニラさん、あまりウロウロしないで。力合わせてやっつけよう。ファルシとルシは敵だから国運から追い出す。ファルシの近くに住んでいた人も一緒にパルスに放り出す。パージってそういうことでしょ。ここにいたら僕らもパルスにパージされて。だから何何って、パルスは地獄なのに。落ち着け、ホープ。ごまかさないでよ。頑張れよ、セラ。もうすぐヒーロー参上だ。お、
あれをどうにかしろってことか。一気に行くぞ。開かねえのか。やっぱ無理なんてねえの。拒んでいるのか。え？拒んだのは私の方か。耳を塞げ。バカバカ。いいぞ。私が悪かった。開けてくれ、頼む。な、どうやったんだ。また虫かよ。ってやつは理解できねえな。
遺跡を発見した調査隊の置き土産か。兵器だけじゃなくてよ、兵士も残ってるかもな。そいつらもう武士になってるよな。
人間じゃないんだよな。国運の敵、パルスのルシ。始末しねえとな。次はあれかい。何がヒーローだ。ここに来るよ。どうします。言いたいこと言いなよ。でも言ったって母さんは。逃げたっていいけど。
結構いけるでしょ。心敵なし。なんでこんなところに。早く逃げろ。わかった。歩けねえなら隠れて待ってろ。セラーを助けたら一緒に逃げよう。うちに返してやるからな。俺の嫁さん、未来のだけどな。パルスのルシだ。ファルシに捕まってこの遺跡にいる。助けてくるから待っててくれ。なんだよそれ。ルシを助けるってなんだよ。あいつら敵だろ。敵は助けるのになんで、なんでおかしいよ。そうだな、ごめんな、バカでさ。じゃあな。あいつが戻るまで待って、助けてもらう？誰があいつなんかに巻き込まれてばっかりだ。一昨日ファルシが見つかった時、ボーダムに行っただけなのに、軍隊に捕まって、パージされて、あいつのせいで、母さんか。みんな守るんだっけな。何がセラだよ。よ。一緒に行こう。直接文句言いなよ。言うこと言わないとずっと苦しいから。よし。あんた一体何しに来たんだ。戦いに来たんじゃねえのか。
妹だ。妹？ルシにされた。ファルスのルシか。ファルシに囚われているらしい。助け出す。無事なのか？ああ、妹さんの使命は？その子がルシにされた時、ファルシに何を命令された？やっぱり国運を壊すとか、そういうもんか？聞けなかった。いいか、姉ちゃん。ファルシは人に呪いをかけてルシに変える。ルシは使命を与えられる。その使命を果たせないと、ルシはああいう化け物になる。もし妹さんがああなってたら、いや、まだでも。そう。まあ、ルシになった人間を助ける方法はね。たとえ使命を果たしても、普通の暮らしはもうできねえ。永久にファルシの奴隷だ。楽にしてやんな。はっきり言え。ルシも、ルシになりそうな奴も一人残らず殺せってな。あんたのようなやつがパージを始めたんだろうな。これが死骸ってやつかよ。Oh yeah!
Thank you.
くぞ、軍の攻撃が始まる前に。なんだ。パルスの烙印だ。ルシなんだよ、その子は。そう言ったはずだ。パルスのルシは国運の敵だ。ルシは処刑か。使命を果たせなかったらあんな化け物だしよ。殺すのが情けか。お姉ちゃん。セラセラヒーロー参上。一緒に帰ろうな。話せ。私が連れて帰る。姉さん。誰が姉さんだ。お前はセラを守れなかった。お前のせいで。守れるよセラ。守れるよ。だから守って。悟空を守って。使命か。それがお前の使命なのか。分かった、任せろ。俺が守る。セラも悟空もみんな守る。そうだ、私が何とかする。安心したろ。ごめんね。セラ。ルシの使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。伝説の通りか。よく頑張ったな。頑張っただと。ふざけるな。セラは、セラは生きてる。伝説だ、ルシの伝説だよ。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。セラもそうなんだ。永遠ってことは死ぬわけねえだろ。セラは未来の嫁さんだ。ずっと一緒って約束した。俺何年でも待って未来の。何が未来だ。現実見ないで逃げてるだけだ。ねえセラ、ルシになったら何もかも失うの？何？軍隊か？まもなく女性地点に到達する。地上班、こちらの状況は？問題ない。抵抗はほぼ他人役だ。帝国通りに方向撃だ。欠片も残すな。パルスの異物は殲滅だ。パルスに返すんじゃないの？マジってそういう意味でしょ？政府の狙いはパルスの
奴らを国軍から消すことだ。他国も殺すも変わりしねえ。早く逃げなきゃ死んじゃうよ。ファルシに会ってくる。セラを助けてもらうんだ。え？ファルシにお願いするってか。そんなに甘いわけあるか。向こうは人間を道具としか思っちゃいねえんだ。俺は未来を待つだけじゃない。姉さん、これがファルシ。セラはクリスタルになった。あんたが命令した使命を果たしたんだ。だからもういいだろう。セラを元に戻してくれ。頼む、助けてくれ。代わりに俺がルシーになってもいい。バカ野郎が、ファルシが人の願いなんか聞くか。姉さん、こいつのせいでパージが起きて人間同士殺し合いだ。セラはコクーンを守れと言った。こいつを倒せってことだ。
人がファルシに勝てると思うか。セラは私に言い残した。どっち？付き合うぜ。素人が邪魔じゃなければな。こいつの始末は俺の務めだ。悪いな。未来が見えなくて怖い
から未来が見えてしまって悲しいから目を閉じて優しい思い出に浸ってしまう。